V6 ですね。カメラ用のカバンです。を売られてるお店なんですね。そう、これ大阪で手作りで作られてる、もともとシューズブランドのカバンです。そうだな。お買い求めしようと。そうなんですよ。これか、これかで悩んでるんですけど、これかな。これかな。先ほどのお店ですが、買います。はい。というわけで、ご覧いただいたように、このマウスさんの店舗がございましたので、そこで購入いたしました。そもそもこのマウスさんというのはカメラバッグ屋さんではなくて、大阪梅田のスニーカーショップ、カメラ好きが高じて、なんかカメラ新しいこうおしゃれなカメラバッグって、こう硬いイメージがあるけど、そのおしゃれな感じのカメラバッグを作りたいということで展開されてるんです。そのマウスさんが国産、完全にこう日本の工場で作っている、職人さんが作っているものと大量生産しているものの2種類があるそうで、これはその国内で職人さんが作っているもので、保証内容としてちょっとでもほつれがあると直してくれるっていうことをおっしゃってましたね。はい、これまあ蓋ですね。裏こう、なんていうんですか、防水、雨ちょっと多少の雨でも大丈夫、もう裏側全部そういうビニールの裏地になってます。でこれはあの別ルースのさ、これカメラの壁というかボーダーというか、これを入れてレンズと本体を分ける、このメッシュのやつがあって、ここにだから例えばそうですね、パスポート意見編集に変えるで、反対向けてこっちにも、はい、ちっちゃいポケットが3つ、僕が使ってるのここに、SD カードとあのカメラレンズのレンズに 前にかばってはめるやつ、これねをここに常時入れる形で、普段はもうレンズせずにこの本体ここに入れてる感じですね。もうサッと取り出してピュッと取れる。中に関してはそんなものでございまして、でここにちっちゃいありますね。で僕ここにね携帯入れてます。 iPhone7 Plus、 7ちゃう、ちょっと上になった 6 Plus、 でかいみやのやつでもぴったりはまりますんで、ここに携帯を入れていつでもプシッと出せる。で裏側に持ち手、これが便利で、紐に関しては取り外しも可能です。これだけで持つことも当然可能。セカンドバッグね、もうご覧いただいたかと思いますが、メイドジャパン V6 ですねで中ね、これもねいろんな色がありまして、今回この色にカバンに合わせてこんなカラーにしてみました。はい、ちなみにこいつも、まあ、とにかくメイドインジャパンなわけでございまして今ここに1つしかないですけど、2つありました、僕1個にしてるんで、はい、ちょっと今お見せすることできないんですけど、ミラーレス一眼のまあまあそこそこでかいやつなんですが、こっちにこう本体が入って、でここに何かいろいろ入れてます。はい、ここにはめて使うという感じですね。素晴らしいよ、便利ですよ。ここなんかついてるなこれ多分これ付け替えるんじゃないかな、違うなはい、じゃあちょっと立ってるところを撮っていただきたいんですけど、これですね、取っ手のお話しましたけど、まあ、当然この紐長さ決めれるんですが、出し入れするときはまあこうそのままこういう感じで持ってるとシャッで、まあ終わりました。カメラ出し入れするとこれ前に出てきてしまってるので、こうするよりこの取っ手でこうやったら、はい、こういうのがこういうの小回りする機能で使いやすいなと思いました。今こんな格好ですけれども、外出た時にちょっとおしゃれしてスナップしたしなので、どうぞごめんなさい、どうぞはいあのカメラの紐、今映ってると思うんですけど、それもこのマウスさん購入したもので、緑ちゃんと1枚布でやってるんですよね。だから1本ずつ柄が違うんですよね。ぜひ皆さんもあの下の概要欄からサイトを見てください。